役に最善を尽くそう。行くよ。大丈夫？顔色が悪いよ。エレンたちと同じ班だったよな。あいつらどこ行ったんだ？アルミ、まさか。見りゃわかるだろ。全滅したんだよ、こいつ以外は。うるせえな！アルミは何も言ってねえだろ！こんな巨人から丸見えの場所でおしゃべりしてる場合じゃねえ。私らも食われちまう。やめて二人とも。とにかく目立たない場所に移ろう。アルミン、お前ら休んでる暇はねえぞ。巨人どもにだいぶ押されちまってる。市民の避難はまだ済んでねえ。今公営に抜けられたら大変なことになるぞ。うん、でも気になることでもあるのかい？いや、私たちも見てない。とにかく今は時間がねえ。生き残りの兵をかき集めて少しでも巨人を食い止めるぞ。あなたは先に行ってて、私たちも後でご。前衛は壊滅状態だってのに、後方にいる住民の避難はまだ終わらねえのか。そうみたいだね。俺たちで中衛を援護して巨人を食い止めるしかねえだろ。あっちにいる中衛の班に巨人が近づいてる。助けなきゃいけない状況みたいだね。倒したな。さすがだね、ライナー。ここはもう大丈夫。他の仲間の援護をお願い。救援要請か。これ以上巨人を侵入させちゃまずい。誰か援護を頼む。世話になった新兵。ありがとう。恩に着るよ。よかったらこれを使ってくれ。よし。兄、やるじゃないか。どうも。もう平気だよな。よし、他の奴らを援護してやってくれ。倒しました。住民の避難はどうなってるんだ？公営の様子を見てきてくれないか。この辺りは俺たちで何とかする。頼むぞ。
たちを無視する。飛行士だ。考えても無駄だ。早い。精鋭の私たちが追いつけないなんて。このままじゃ。見事だ、アッカーマン。さすがだな。住民の避難がまだ済んでいない。総員、あの貴公子から住民を守れ。お前は中衛部隊の新兵か。住民の防衛を手伝ってくれ。よし。敵を取りこぼしたのか。早くここを片付けてエレンのところへ。おっと、倒しました。やるな、俺も負けちゃいないぜ。住民の避難は完了したな。俺たちも撤退だ。壁を登るぞ。精鋭の撤退を支援してきます。おい、アッカーマン。そこの新兵、あいつを追ってくれ。いや、私にはこの世界に帰る場所がある。エレン、あなたがいれば私は何でもできる。やっと撤退命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら一か八か、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。僕の身代わりに。アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。
私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。前に何とか突入しねえと。やってやる。死んでたまるか。攻撃完了しました。人数を揃えて先に周りの巨人を倒すのはどうでしょう。そうだな。俺は他の逃げ遅れた奴を探して協力を頼んでくる。何とかして本部の周りの巨人を減らさないといけません。あの縁談、助けが必要だな。よし。本部に群がってる巨人を討伐しねえと。倒してやる。あの縁談、助けが必要だな。討伐する。倒しました。いい動きだな。だが無理はするなよ。補給完了。倒してやる。突入する作戦を行っています。力を貸してください。分かった。とりあえずこれを使って。よし、よし、助かります。これを使えば本部の周りの巨人を倒せるかもしれません。おっ、そう、ここで死ぬのか。私たちは本部突入の作戦を行っている。協力してほしい。何？分かった。手を貸そう。これはお前が使ってくれ。おありがとう。これがあれば本部周辺の巨人を倒せるかも。チェクショー、もうおしまいだ。ジャック、ハッカさん、任せたぞ。任されました。チャッ。俺たちは本部に突入するつもりだ。お前も手伝ってくれ。了解だ。なら、これはお前に渡しておくぜ。大爆完了しました。倒してやる。
ありがとうよ。これがあれば本部に群がってる連中を倒せるんじゃねえか。これなら本部に突入できるんじゃねえか。俺たちを狙ってやがる。ここで討伐するぞ。やったみたいだな。僕も戦うぞ。本部に突っ込むなら今しかねえ。行けるか。この世界は残酷だ。美しい。いい人生だった。やるよ、これ。あったかいだろ。ほら、早く帰ろうぜ。俺たちの家に。死んでしまったらもう。あなたを思い出すことさえできない。あ
また来てくれよな。君はどう思う？負けるもんか。補給班が任務を放棄したせいで余計に人が死んでんだぞ。どうしようもなかったんだよ。よせじゃん。伏せろ。巨人は巨人を殺しまくる貴公子だ。しかも俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば俺たちはここから脱出できる。これで脱出できる。行こう。あの巨人は僕らに興味を示さない。ひたすら目に入った巨人を殺してるんだ。今のうちに本部周辺の巨人を駆逐して敵場への撤退ルートを確保しよう。やるぞ。生存は絶望的だと思っていたのに光明が見えてきた。どんな困難な時でも諦めなければ道は開けるんだ。行くぞ。みんなが本部に集まれたのはジャンのおかげだ。やっぱり指揮役に向いてるんだな。本部周辺の安全は確保できたかな。すげえな、あの巨人。まるで怒ってるみてえだ。みんな、今がチャンスだ。補給が終わった人から壁上に撤退しよう。確認、向かいます。誰か巨人を追い払ってくれないか。本部の近くに迎撃用の拠点を作りたいんだ。分かった、やってみるよ。倒しました。ありがとう、無事に拠点ができたよ。ああ、これでみんなの撤退も楽になるだろう。あの巨人は一体何なんでしょうか。兄って、貴公子だろ。ああいうやつもいるんだな。行くぞ。本部の守りを固めるため拠点を作りたいの。誰か手を貸してくれる？よし、僕らで援護しよう。
したわ。これで撤退が楽になるはずよ。よかった、みんなにも知らせておくよ。の俺としたことが、おい誰か助けてくれ。なかなかやりますね。せっかく補給が済んだんだ。俺だって巨人の1匹や2匹。行くぞ。ガスと刃は十分です。簡単にやられませんよ。ここまで来れば大丈夫だろう。壁に到着しました。もう安心ですよね。僕は他の仲間を壁像に誘導してくる。君は本部の様子を確認してきてくれないか。さすがに力尽きたみてえだな。これをエレンがやったってことか。おい見ろ、これじゃ壁まで戻れねえぞ。道を開くしかねえ。アルミン、エレンとミカサを頼む。そう。
ぐには動かせそうにね。俺たちで巨人を何とかするぞ。やっ、エレン、しばらく意識は戻りそうにない。僕たちでエレンを守らなきゃ。何がどうなってる。さあね、その質問には誰も答えられないと思うよ。救援要請か。放ってはおけないよな。いや、エレンがあの巨人だったとは。行くぞライナ。よろしく頼む。分かったぞ。了解。無理はするなよ。倒してやる。やられちまう。まずい、巨人に襲われてるみたいだ。いや、すまない。行くぞ。やっ、誰か来て。あいつこのままじゃ食われちまうぞ。散々な目にあった。もう私撤退するわ。ありがとね。おいおい、自分だけ逃げる気か。お前も兵士なら耐えるの確保に協力しろよ。くそ、エレンは目を覚まさねえのか。エレンは生きてるんだろうね。壁まで運べそうだ。しかし、あいつに何が起こったんだよ。
無事でよかった。エレンやミカサは、まさか。俺たちには守秘義務が課せられた。言えない。もっとも隠し通せるような話じゃねえ。すぐに人類全体に知れ渡るだろう。それまでに人類があればな。もうダメだ。巨人に食われるまで戦わされ続けるくらいならいっそ今。やめろダズ、しっかりしろよ。お前だけじゃない、みんな恐怖と戦っているんだ。サシャを見ろ、急に巨人と戦ってもなお気高き兵士のままだ。お腹痛いんで負傷者にしてもらっていいですか。もうダメだ。あ、よせ。お前からも二人に何か言ってやってくれ。無理に決まってんだろ。そもそもお前なんでそんなに落ち着いてられんだよ。とにかく早まっちゃ。なんだ今の音、砲声か。悪く思うな。なんなんだこりゃ。おいお前ら大丈夫か。エレン、これは分からん。だがこんなもん見せた後で中東兵団と会話できる自信は俺にはない。俺はここを離れる。どこに、どうやって。とりあえずどこでもいい。もう一度巨人になってからな。俺をかばったりなんかしなければお前らは命まで奪われない。ここからは単独で動こうと思う。エレン、私も行く。私が遅れても構う必要はない。ただし私が従う必要もない。待てよミカサ、考えはもう一つある。無茶を言うが、アルメンがもし俺が脅威じゃないってことを主張して中東兵団を説得できると言うなら俺はお前を信じて従う。エレン、どうして僕にそんな決断を託すの。お前ってヤバい時ほどどの行動が正解か当てられるだろう。それに頼りたいと思ったからだ。いつそんなことが。いろいろあっただろう。5年前なんかお前がハンネスさんを呼んでくれなかったら俺もミカサも巨人に食われてた。アルミ、考えがあるなら私もそれを信じる。僕が勝手に思い込んでただけだ。自分は無力で足手まといだと。
必ず説得してみせる。二人は極力抵抗の意思がないことを示してくれ。止めれ。彼は人類の敵ではありません。私たちには知り得た情報の全てを開示する意思があります。敵でないというなら証拠を出せ。証拠は必要ありません。我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです。大勢の者が彼と巨人が戦う姿を見たはずです。周囲の巨人が彼に群がっていく姿も。巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しました。この事実だけは動きません。迎撃態勢を取れ。奴らの巧妙な罠に惑わされるな。図体の割には小鹿のように繊細な男じゃ。ビクシス司令、お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。わしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするの。戻ろうぜ。次の作戦に備えねえと。